今回ご紹介するのはモーニングやランチをはじめスイーツなども楽しめるお店、ケーキパン&カフェレストラン風月。ケーキ職人でもある風月のオーナー田中正春さんにオープン当初のお話をお聞きしました。親父が和菓子屋長年やっていて、その後もう僕長男ですから、よそへケーキ屋さんと修業行って、んでこっちへ買ってきて洋菓子を始めて、ほんでこちらで喫茶とケーキコーナーと初めて営業したわけです。それが51年の2月。昭和51年以来、地元の人はもちろん市外からもたくさんの人が訪れている風月。現在オーナーの田中さんはケーキ作りに専念し、調理は息子さんが担当。そんな風月ではお米をはじめ、卵や野菜、いちごなどいなべの食材を多く取り入れるようにしています。こちらの方は水が冷たくて美味しいですから、お米も美味しいし野菜も美味しいし、作ってる生産者の人皆さん一生懸命ですので、ずっと仕入れて使ってます。定食関係のご飯なんかお客さんに、こっちは美味しい米やねって言ってくれますもんで、非常にありがたいです。長年ケーキ作りを行い、現在も毎日10種類以上作っている田中さん。この時期のおすすめは、これからシーズンのクリスマスケーキが主体となって作っていきたいと思います。生クリームの あっさりした味と、そしていちごのたくさんのテクトと卵をふんだんに使って作ってます。クリスマスの日に家族ランダンで来てもらって喜んでもらう、幸いと思います。いなべを食す、これからもいなべの食材をたくさん使って皆様におもてなしをいたします。